僕たちと一緒に勉強しよう。最近土砂災害のニュースが多くなったよね。特に広島県では何度も災害が起きている気がするよ。確かに広島県では頻繁に土砂災害が起こっているんだ。広島県の過去の土砂災害発生件数を見てみよう。最近も平成11年、平成22年、平成26年と立て続けに大きい災害が起こっているんだ。平成30年には県内で1200件以上の土砂災害が発生したんだ。なぜ広島県ではこんなに土砂災害が多いんだろう。まず広島県の地質に原因があるんだ。広島県の地質を色で示した図を見てみよう。ピンクの部分がたくさんあるね。このピンクの部分は和佐土といって、とても脆く、少しの雨でも崩れてしまって土砂災害が起こりやすいんだ。次に広島県の地形も見てみよう。黄色やオレンジの部分がほとんどだね。広島県は山地の割合が約 80% もあるんだ。だから平地が少なく、山の近くの危ない場所まで家が建っているんだ。その結果、土砂災害で危ない場所の数が、広島県は全国でもダントツで一番なんだ。自分の住んでいる地域の危ない場所はどこなのかな。そんな時は土砂災害ポータル広島と検索してみよう。地図を見て自分の家の近くの危ない場所を確認してみよう。